よっしゃった。いや強っ、やばい、ハープーンやばいわ。これ最強武器説あるぞ。はい、こんにちは、くんです。今日も、デプスやっていこうと思います。やっぱスピアピストルがね、ダイバー側は強いのかなと思うんで、スピアピストルを使っていきましょう。スピアピストルはまあ、あの二丁拳銃みたいな感じのもできたりするんで、なんかね、アサルトライフルはあまり強くないのではないのだろうかというふうな気がしてきたので、これでいきましょう。追い続けることが難しいんですよね。ちょっと FPS の専門的な話になってしまうんですけど、スピードが速いんですよ、サメって。スピードが速い敵って、こう、追っかけ続けることが非常に難しいんですよ、こうやって。こう、ただ、一瞬だけ合わせることは、まあそこそこ簡単にできるんで、敵が止まった瞬間とかってあるから。だからその瞬間を狙って、これを一発、バスッと撃つという、風な感じでやっていこうかなと思います。ただ、弾がちょっとないのがね。うわぁ、こんな開けたところなのか。これ怖くやばくない？おっと、ちょっと待って、ちょっと待って。やった。オッケー。まぁ、こんな感じだね。ちょっと冷静に撃って殺すっていうのが、やっぱやりやすいから。その戦い方。おい、真っ赤だ、大丈夫か？なんだなんだ。ちょっと待って。くそ、逃げたか。よし、やった。やっぱこういう風にスナイプして殺していくっていうのが、俺は一番やりやすいような気がするんだけどな、このゲームは。一発でも当てて殺すって感じで。何発も当てまくるのちょっとむずいからね。この隅っこあたりにいるか。いいね、地雷の数多いね。ただ敵来ないな、多分これ。来れないんだろうな、来ないっていうか。おそらく。おっと。よし、やったやったやった。俺、うまくね？俺すげえうまいぞ、なんかさっきから。素晴らしいプレイングスキルになってる。あ、お前大丈夫か？そういう風にはぐれたやつは殺されるんだぞ。映画でもそうだろ、大体。おっと。あ、外れた。くそ。マジか！くそ、いやー、一発外してしまったな。アップグレード。ツイン。タギング。ソナー。まあ、タギングつけても意味ないな。タグ付けって言って、まあ、多分一発撃てば敵のサメがどこにいるか分かるようになるっていう風な感じなんで、これは一発撃てばその時点で死だからね。あ、はい、どうもありがとう。さあ、どこから来る？正直分からんぞ。まあ、ここら辺の位置かな。お、来たか。え、マジ？どこから入ってきたんだ、こいつ。お、サンキュー。よっしゃった！オッケー。顔、手、左手真っ赤やぞ。大丈夫か？え？あ、出血されよう！ひでえなぁ。ツイン、レベル2に達すると。まあまあ、このまま行くか。このまま行きましょう。この武器が俺は一番強いと思うんだよな。あー、あとで地雷アンロックしときますか。地雷いっぱい持っとこう。あと、サメバリアーみたいなやつ。おいた、やったぜ。もう一人どこだ、見えねえな。ちょ、とりあえず行きますか。うわー、これ怖えな。さらわれる可能性濃厚。ちょっと待って、どこ行った。やべえ、ステルスで殺していきやがった。大丈夫か。いや、これは怖いな。ちょっとさ、端っこにいるわ。来るぞ、サメカス、出てこい。霊長類の恐ろしさを思い知らせてやる。よし、殺した。あ、殺してないか。あ、くそ、サメも硬くなってきたな。まあちょっと次あれにするか。うわー、グロい。あまりにもグロすぎる。消耗品を買おうか。サプライキとサメの盾パッド。このタレットは水中モーション性、戦い以外のフォローモードで再配置できる。なるほどね。これじゃあちょっと買っとくか。だ、武器はなぁ。なんだこれ。どんなサメでもこれ使ってみましょう。おぉ！待て待て、どこ行った？くそ！よーし！いいね、これうまいな、これ。美味しいぞ。今どこだ？あー、移動中か。スティーブが次の位置に着いたら、戦いに行くか。さあ、どっからでも来い。
怖えな。でも一人じゃこれ戦えないっていうのはな。お互いカバーし合わないと。まあでも結構これ、競技性高いと思うんだけどな、このゲーム。あまり日本人でやってる方がいないのがもったいない。ということで、この辺に、いた？タレット置いときますか。よし、タレット置いといたわ。おっと。マジっすか？オッケー。よし。まあ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 。そろそろ来るような感じがするけど、サメ思ったより動き早いからな。魚類め。あや、来い、魚類。フカヒレスープにするぞ。来た、フカヒレスープ。何しとんの、お前。あ、やばい！殺してくれ、このフカヒレスープ。よし。フカヒレスープ殺したわ。これ結構近くじゃないとダメなんだな。ショットガンみたいな感じか。なかなか厳しいっすね。うわー、これも死んだ。いや、ショットガン式な感じだね。ちょっともう少しダメージを高くしたいんですが。タギングか。タギングだけつけとくか。いるのか？え、死なねえのかよ！よし、やった。なんだなんだ。おめえ！わーくっそ、マジか！いやー、今完全に、もう一瞬だな。やっぱカバーしてもらわないと無理だね、これ。速攻殺されるから。いや、撃っただろ、結構。あーくそ！マジか。二発で死なねえか。まあ、厳しいな。いや、アサルトライフルもちょっと限界が来てるかも。アサルトライフルに変えた方がいいかな。早く効率的にサメの中を貫通。これで行くか。ちょっとハープンで行くわ。これで行きましょう。もう、昔ながらだよね。この森で殺すっていう。よーし、やった！いやー、今の良かったね。模範的な殺し方だ。ちょっと待って。よし、やった！いや、強っ！やばい！ハープンやばいわ。これ最強武器説あるぞ。いや、あれ、それ今お前が撃ってたのアザラシだからな。どこだ？よっしゃったー！俺うまっ！スーパースナイパーでゴルゴ13だ。ちなみにゴルゴ13はサメを倒したことがあります。しかも素手で、確か。素手だったか、素手だったかな、確か。頭ぶん殴って殺したね、確か。鼻の頭。そう、ここぶん殴って殺したゴルゴ13は。残念ながら俺はゴルゴ13ではなかったみたいだけど。さあ行きますか。貫通する。え、すげえなー。これ一番強いんじゃないの？あ、やべえ。やったか、よし。いや、いらねえ、このスコープとかこれ。スコープとか絶対いらんでしょ、このゲームは。そういうゲームじゃなさそうな気がする。あとショットだぞ。あ、ちょっとで帰れるぞ。君たち。いた。よし！くそ！殺せるだろ、でも！あー、マジか！まあ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 。いや、今カバー入ったと思ったんだけどな。頭にぶち込んだんだけど。やっぱ一発では解けないか、あのレベルでは。あ、死んだか。よし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 。これクリアでしょう。あ。よし、クリアかな。サメカス、一匹いねえか。なんか、食われてる音はするけど。あー、最後に連れ去られてった。ほら、見てこれ。一番ダメージ与えたぞ。これは GG だったでしょう。ということで、一番強い武器は最強武器森で、サメをぶっ殺しまくってみました。はい。じゃあ、クンでした。またね、バイバイ。